はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。ルームエイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、はい、前にもちょっと言いましたけど、動画で、はい、あの矢沢永吉さんがフジロックに出たっていうその映像がですね、今年の7月やったかな、出た映像がなんと CS で放送されまして、私それをちょっと録画をしてまいりましたんで、ちょっとランさんと見ながらあの見た感想を言っていこうかなと思うんですけども、はいはい、このライブをされた時は矢沢永吉さん73です。で9月14日誕生日で74人、はい、もう今この動画撮ってる段階ではなられてるという、なかなかなもんですけど、その年齢で7月のこのくっそ暑い時の暑い時に屋外ですよ、うん、屋根のある空調の効いたとこではなくて屋外でやるっていうね、そのパワーがすごいな。いやだってこれね、外でやるって、うん、あの、ま、気温のこともありますし、風やらなんやらいっぱいあるじゃないですか。そう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 、ああいったものに耐えながら歌う歌うって、うん、まあ大変なんですよ。ちょっとそのね、模様を早速見ながらリアクションしていこうかなと思います、はいはいはい、では行きましょう、はい、あ、来ました、カモンベイビー、真っ白で出てきましたこの歩き姿、うわ、サングラスバーン投げて、あれ誰かキャッチしてんのかなどうなんやろ、これが73歳か、いろんなショックが、まあ、フォルムもそうですけど、うん、フォルムやばいよな、顔のツヤすごくない、うん、70代じゃないやんこれもう、こういうねバチバチなロックンロールを歌うって、うん、すごいな、うわマイクスタンド、マイクスタンドこんなんなってヌンチャクみたいな、マジでヌンチャクみたいに、えぐいな、え、まあ重いですよ、まあまああるよこのマイクスタンドって意外と、ね、片手で回してましたよ、危ないよ普通の人がやったら軽いやつでも、で高さあるやんかですよね、だってこのタイプのやつ結構重たいの知ってますか、矢沢さんって背高いからね、余計に、もうこの間に入れるアドリブもね、なんか、うん、なんかもうかっこいいな、これね矢沢さんだから似合うんだよいや、あのこの曲やれるってすごくないです、うん、日本人でね、こういうまあロックンロールですけど、まあ言うたらブルースなんですよ、うんうんうん、やっぱリズムの外し方だったりとかっていうのが、そうそう、これきっちり合わせると出さなるんですよ、うん、こういう曲って、このなんかちょっとリズムの遊び感っていうか、そう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 、逆にきっちり全部歌っちゃうとのぺーっとしてなんかあんま特徴なくなるんですよね、そうそうそう、で結局同じコードを基本回すじゃないですか、こういう曲って、そうなんですよね、ブルースロックンロール系ってこう日本人で成り立たせるっていうのは、んなかなかねこうあまり見かけないんですよね、この外しの美学といいますか、うん、うわ、もうこれもう矢沢永吉さんのこういう角度、こういうこれねうわこれ1曲目でこれ持ってくるってすごいな、黒く塗りつぶせ、わこれも有名ですね、これ白映えますね、うん、ステージにすげえ、見てくださいバイクカーン持って歌いますあこのハイウェイ、かっこいいな、マイナーの3コード曲っていうね、マイナーブルースって言うんですけど、なんか
70代にしてもシワはないでしょう。なんか体の皮膚もちょっとたるみが出るんですけど、うんうん、ずっと同じフォルムを続けてるからこそ、うん、たるみがないっていうね。マイクスタンドのスピードが重力感ゼロのマイクスタンドさばきねしかも読んでこれ有線なんですね。そう、平ちゃんってなんか有線やな、ずっとなんかこういうふうなさばきするときってもうコード邪魔なんで無線にしがちじゃないですか。でもこのコードも入ってるんじゃない。あーなるほどね、このパフォーマンス、あれね。だってあのさっき振り回してた時もコードがピューって回ってたやん。あのリボンみたいな、はい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 、この曲かっこええわ、プロ君のイスブセ。でもこの質の声出せなかったら絶対ダサくなりますよ。成り立たんな、あらあらーってとこね。このなんかギターソロ弾いてる楽しそうやな、うん。まあね、リフがかっこいいんですよね。うん、いやーもうロックンロールです。もうかっけえな。水飲む姿かっこいいかっこいいなうわもうびちゃびちゃもう、うん、うわ来た、来ました、これやりたいわ。タオル投げるのね。うわーすごい人、うん、そりゃ A ちゃん来るよっつったら見に来るわな。いや私ら世代を知ってるぐらいなんで、ちょ見ようさってなるじゃないですか。これねやっぱりねアーティストによってちゃうんすよ集まりが。うわかっこいい。意外といろんな動きするんですよねうわここやべえな。こんな声死んでも出せんわ1回、多分2回ぐらい出したらしい。もう声ガスガスなるわもう、うん、なんかでも楽しんでんなっていう雰囲気が伝わるね、ご本人が。こういうちょっとこうフェスっていう新しいものにさ、ねね、矢沢さんからしたらドラムの方これすごいな、フルストロークで叩いてる。ロックンロール、もうあかんわすげえなこんな73歳いてへんやろ。熱気やばいっすね、うん、熱気があーはん、うわあもうこのもうこのもうかっけえな。トラベリングバスやったっけ、うん、意外とこの歪ましてないところの声もかっこいいでしょ、うん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 、これ現場で見たらすごかったよな。これ誰かいるかな、視聴者泣いてしまってるそう今20代ぐらい泣いてたでしょ。若い人やったんですけどもう感動して泣いちゃってる。だって画面越しでも結構すごい熱気やなって思うんですけど、現場行ったらやべえと思いますよ、ほんま。泣いてる泣いてる、おっちゃん泣いてる、うん、
いろんな意味あるやん。でもこう矢沢永吉さんがこれをやるっていうのってすごいこう年配の人にも勇気与える行動やから、いろんな感情なんやろな。うわ、似合うなこれ。あ、カメラええ仕事してる。タオルをこうやってね。うまいビール飲もうぜ。これ毎回言うらしいですね。あ、そうなんですね、うん、コメントにありましたけど。これね、こんだけやられるから後ろのこのバックバンドも乗ってくるんですよね。すごいすごいすごい。全力やな。いやーすげー。やろな、この立ち姿というか、帰りにお前ビール飲もうぜ。今ちょうどもうちょっと去り際ですね。はいはいはい、手振りながら楽しそうにライブするよね。でもすごいね。いや、去り方かっこよすぎでしょ。でもこれ去っていった後、あれですからね、もうそう思ってロケバス乗ってもう帰るからね。この音楽が流れてる間に去るから行っちゃうっていうね。帰る時もなんかもうありがとうみんな、ありがとうっていうよりかはもうさ、もう動作で綺麗さーって向こうの時にはもう車で出るからな。え、さっそうと音楽やって、さっそうと帰れるっていう、さっそうとっていう。かっこよすぎやろ。はい、すごっ。ということで、矢沢永吉さんのフジロックの映像をもう結構長く見ましたけど、いや、これで全部かな。すげえな、はい、終始思ったんですけど、うん、あんだけいっぱい汗かいてて、うん、あんだけいっぱい動いて、あんだけいっぱい歌ってるじゃないですか、うん、一切息切れしてないのがすごい。息切れしてぜいぜい言うてへん。やばくないです。まあでもこのフジロックっていつもよりは短いですからね。はいはい、30分、20分、30分ぐらいでしょうから。いやでもこれ過酷じゃないですか、環境が、うん、環境はひどい。あの野外、夏の野外ってほんまきついね。これね、俺らもやったことあるからわかんねんけど、なんかそこに立ってるだけで体力って削られていくんですよね、うん、で風があったりとかするとなんかいつもと違う感じ、なんかこう歌いにくかったりとかっていうのもありますし、うん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 、それをもろともせず、いやー圧巻やね。これはすごいわ。あの矢沢さんの時にもやっぱりこう観客席がわっさーなってたから、わっさーですよ、わっさー。そこよなって。これね、ほんまフジロックってこうそのアーティストによってはもうこれ申し訳ないんだけど、まばらな人もいたりとか、ちょっと空いてる人もいるんですけど、はいはいはい、もうここはさすがの矢沢さんやなと思いましたけど。いやー、でもなんかこういったんですフェスってやっぱりこう全員が全員自分のファンじゃない人に対しても音楽をしなきゃいけないっていう感じなんで、私結構なんかあの20代の時フェスに行くことが多かったんですけど、うん、ワンマンの時とフェスの時と全然違うんですよ、見せ方って。普通のバンドさんってなんかよそもん行きのなんか手で行って、僕たちこういうバンドなんでよろしくですみたいな感じで、かしこまった感じが出るんですけど、さすがもう矢沢さんぐらいのクラスになるともうそのままみたいな。もう何だったらあの初めましての人も世界に引き込むだけの力がすごすぎて、うん、もう泣いとったじゃないですか。若い男性が、若い男性がもう涙ボロボロ流しながらこう、ねね、最前列です、うん、すごい最前列でこれ見れるってすげえ。いや、やばいですね。
これフェスといえどさ、でも矢沢永吉さんをこの野外でこの状況で見るってことってまあなかなかないから。いやそうですよ、なんか歴史的瞬間を目の当たりにしたぐらいの勢いですよね、これって絶対。もうなんかいろんな思いがあんねやろな、もうその感極まってこう涙ながらにこうなってたと思うけど、ね、いやなんかもうやっぱりその徳之島の時でも思ったんですけど、どういう状況であれなんかもう本当に楽しそうにやるのが本当に印象的ですよね。A ちゃんの本質は A ちゃんって言ってまあ、ね、あれですけど、はい、A ちゃんって言わせてもらいますけど、 A ちゃんの本質はそこやと思いますね。とにかくご本人が楽しそう、一番楽しそう、 そう、うん、でそれ見てる方が楽しくなるんで、またでなんかそれになんていうんですか、引っ張られてどんどんボルテージ上がっていくのが分かるんです、うん、ステージもそうですし会場もやっぱり矢沢さんにもう引き上げてもらって、うん、みんなもう最高潮じゃないですか、うわ、ん、ってなって、これめっちゃ勉強になるのが、その、まあ、我々みたいなな、もうゴミみたいなバンドでもですね、なんかこれ見てですね、はぁーって思ったんですよ、うんうんうん、やっぱりこれ自分たち楽しまないかんなっていう、そういろいろなんか考えるんやけど結局そこやと思って、でも行き着くとこ最終そこじゃないですか、うん、なんか人間ってやっぱり楽しそうなものに対して楽しげな人に対してこう寄ってくっていうのがあるんで、うんうんうん、やっぱり楽しまんと損やなっていうふうに思っちゃいますよね、うん、もうこの汗びちゃびちゃで汗ダクダクなりながらもうはしゃいでるじゃないですか、うん、矢沢さんうわーってなって、見てるこっちもすっごい楽しくなってくるんで、なぜあのバックバンドの方がみんな楽しそうなのがすげえ印象的、あれ引っ張られるんすよ、そう印象的、あれだけ前でやられたらってなるもん、そう引っ張られるんですよ後ろで演奏してたら、うんうんうん、意外とこういったなんていうんですかね、こうバンドとかそういったライブとかになると結局なんかこうバックバンド隊ってこう仕事を黙々とするっていう人は結構多いんで、うん、なんかこう物静かに弾くではないですけど、なんかちゃくなんかこう普通に仕事をこなしてますみたいな感じのところがあるんですけど、うんうんうん、こう一緒になってうわーって楽しんでるのを見てると、うん、わーいい現場やなと思って、でもこれ多分ご本人もそういうのを希望されてるんですよね、うん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 、もちろん、うんうん、で客も煽るんですけど、もう後ろのもバックバンドも煽るみたいな、うん、また来いよみたいな感じでね、うん、これはすごいやっぱり伝説やな矢沢さんは。いやなんかステージの作り上げ方がなんて言うんですかね、なんかこうじゃもう出来上がってんねんもう、そうそう、うん、そうなんですよ、出来上がってんねん、もう矢沢永吉というものが、もうパッケージではないですけど、その世界がすごくないです、うん、完成されたものすぎて、うん、ただなんかまあ、ずっと同じパターンでやってるように見えないんですよ、うん、本当にこれがだから貴重に、ね、貴重なねちょっと今の映像がなるんでね、これ本当ごくごくそうですね、この前の映像ですから、そうですよね、ただ私どういう環境下であってももう同じようにステージ作ることができて、同じレベルにお客さんをこう熱狂させることができる方なんやなと思って、うんうん、いやすごいっすね、なんかもう私フジロックに来てるっていうよりかもうワンマンライブ普通に見てるような感じだったんで、あの盛り上がりもそうですし、すげえな、だってもう矢沢永吉さんの、まあ、今回の曲って結構有名どころもあって入れてきてると思うんですけど、うんうんうん、まあ若者であっても一曲は知ってるっしょっていう感じだしね、うんうん、知らなくても乗ってしまうんですよ乗ってしまう曲、これね矢沢永吉さんの曲ってもともとロックンロールじゃないですか、うんうん、ロックンロールなんでその日本語の歌のめっちゃメロディー重視っていうよりもノリで聴けるところも結構あるんで、だから知らなくても乗れると、若い人でもそうなんですよ、うん、これかっこいいんですよ、そう、ね、結構ツイッターでやっぱり矢沢永吉さんすげえなっていうの結構書かれてましたからね、なんせ歌もちょっと熱気ですわ、なんせ熱気、うん、熱い熱気もうなんか魂が喜ぶってこんなことないやっていうレベルで魂が振動するぜってそうそうっていうレベルじゃないですかこれって、いやすごいっすよ熱気が、これ生で見たかったな、ね、フジロックはねちょっと行けなかったですけど、いやこれ
でもこのなんかこの昼間の外で聞く矢沢永吉さんってなんか珍しいな。いや私も泣いてまうわ現代から。なんかいやいろんな人間とっての希望ですあなたはってなりますもん。希望なんですよこれ。音楽界の希望ですから矢沢永吉さんって、73歳にしてこの声でロックンロールで、うん、このロックができるっていうのってすっごい音楽界の希望なんですよ。喉どないなってんの。どないなってんのか分かれへんもん。あの質の声を4曲ほぼずっと出し続けてるんですよ、うん、でまあまあコンサートずっとやってるわけやから2時間ぐらいさ。いやでも多少はちょっと年齢の影響出てくるんちゃうかって思うんですけど、うん、全くそれないじゃないですか。一番潰しやすい声なんですけど、うん、なってないでしょ、うん、何のその能力低下もないんですよ。ないっすよ。おマイクもまだやってるじゃんあれ。私なんかこう回すのもそうなんですけど、なんかこうスタンドマイクをこう持つ瞬間になんかパッてこうやるじゃないですか、うん、っていうやつ、こうパッていうやつ、もうなんか止めの動きが美しすぎると思って、あれ筋力なんて止めれないんですよ、これピッてこうやって、ね、矢沢永吉さんのライブって絶対マイクスタンドの音が入ってますからね。めっちゃいい。あれでもポコンポコンってところどころ入るんですよねあれライブ映像ってね。あれね、そうこれが特徴やなっていうのがあって、いやでもあのマイクスタンドさばきがすげえかっこいいアーティストさん出てこないですかね。あれマジでかっこいいっすよ。これなんか誰かやってほしいんだよ。ねえめっちゃ映えると思いますよ、うん、しかもあの衣装真っ白じゃないですか、うん、一人だけ真っ白の衣装ど真ん中にいてるんでめっちゃ綺麗とか思って、一色が映えるんですよね。ねえ一色、うん、あれ一色で映える人ってもうかっこよくなかったら無理なんですよ。フォルムが美しくないと白なんて着こなせへんからいう話で、もうそのなんかかっこいい、もうそのオーラ持ってる人しかできないんでね、うん、一色で決めるってシンプルじゃないですか服、うん、何のなんかキラキラのスパンコールもなしに上下白で、うん、普通にシャツやしスニーカーですよ、うん、足元、うんもうちょっと、もう潔すぎて潔すぎて飾り気なしみたいなね。こういうね、73歳、まあ、もう74歳になられたということですけども、はい、が日本にいること自体がちょっと僕はすごいなと思いますけどね。いや信じられへん、うん、信じられへん。だって海外のアーティスト見てみるとやっぱり年齢相応の見た目になってくるじゃないですか、うんうんうん、なんかちょっとこう横にね、うん、大きくなってみたりとか。これ本当にあの現在の映像やけど、そのシワがないんですよ。ないですよ。すごいなと思って。なんか70代感全然ないです。全くなしで、なんやったら50代って言ってもいけると思う。50代ぐらいやったら、うん、いけるよね。このパワーもそうですし、うん、パワー全然衰えてないですね。衰えるどころかどんどんますますパワーアップしてそうな気はしますけどね、うん、これいろんなねファンの人もいるし、まあ、久しぶりに聞いたっていう人も多分このお客さんの中にはいると思うんですけどね、うん、でもね僕最初その矢沢永吉さんの動画をこうやってやるときに怒られるかなと思ったんですよ、はい、そのファンの方々に。あ、まあ、そうですよね、うんうん、ちょっと躊躇してた実は。これほんま申し訳ないんですけど、うんうん、ところがですよね、めっちゃ優しいんですよ。ファンの方がなんかあのここ心がすごくなんか優しい方が多くて、うん、ありがたいなと思って。そう。いやなんかね、最初ちょっと躊躇したんですよ。ね、うん、いや それはもう伝説の方なのでね。そう、こんな人を我々がこう喋るべきではないやろな、ね、怒られるやろなと思ったけど、なんか書かれるやろな、批判されるやろなって思ったんですけど。ねね優しいファンの方がめちゃくちゃ優しいんですよ。実はこれ勝手なこと言うなっていう、ね、言われるかなんもないんですよ、ね、でこれ実は前ね、大阪の京橋っていう駅で我々が飲んだ帰りに ね、あの矢沢永吉さんのコンサートの帰りの方々にお会いして、その方々がなたまたま我々、まあ、別に全然知らないですけど、はい、まあ、写真撮ってくださいってお願いされたんで、うんうんうん、ね、まあ、写真撮ったことあるんですけど、なんかみんないい人たちばっかりで、なんかすごく楽しそうにあのタオルをこう、うん、赤いね、赤いタオルをねかけて帰られてたなっていう。そうなんですよ。実はね、矢沢さんがめちゃくちゃ優しいんですよ。やっぱり器が大きい。なんていうんですかね、アーティストの鏡ってファンだなって思いますよね、うんうん、見てると。僕は今までそれを勘違いしてました、ね、すみませんすみませんっていう話なんですけど、知れば知るほど
矢沢永吉さんってなんていうのか、もうアーティストの枠超えて何なんだろう。あ、なんかその、ね、本を読んでくださいというコメントもあったんで、はいはいはい、それはまた次回やりましょう、うんうん、やりますけども、なんか哲学もすごい素敵だと思います、うん、まだ我々がこんな見たところなんて、はい、ほんの一部でしかないんで、はいはい、まだこれをまあ何年かかけて 見ることになるんでしょうけど、うん、ちょっと僕はあのここ最近ほんまこの矢沢永吉さんにすごくピンときたんですよね、うん、なんか知らんけど熱いっすの徳之島がたまたま出てきたから、あれがでもあの徳之島のミーティングの作り方もすごいなと思って、うんね、スタッフ優秀やわ。そうほんまに思う矢沢さんの周りのその映像を作ってる方とかがむちゃくちゃ優秀なんですよ。あの矢沢さんのなんかあのいいところをもうこれでもかっていう感じに、多分知り倒してる方がやってんねんなっていうの、ね、愛情まで感じる映像やったもんな。本当にそうです、本当にそうです。すごっと思って、うん、なんかその絵の作り方がすごかったんですよ、ね、でも私もあの本当に感動した、あの徳之島の、はい、あれでもう、あ、矢沢永吉さんってマジでヤバい人やなとか思って、うん、今日これじゃないですか、うん、もうね、もうそらあれだけみんな熱狂するわけだわってめっちゃ思います。これ意味がだんだん分かってきた、意味が分かってくるんですよ。最初全く分からなかったでしょ。 そのイメージだけやったから、はい、イメージがね。で実際見てみると、うん、これまた生で見たら全然変わってくるんですけど、矢沢永吉さんのものだと絶対もう難しいし、本当ファンの方が熱狂する理由がなんかアーティスト矢沢永吉さんというよりも人間矢沢永吉さんが好きでみんな集まってるんだなっていうのが、ね、すっごく、まあ、音楽ももちろんいいし、人間もそうスター性ですよね。そうだってスターになるってスターになった人だからね、まあ、なるべくしてなった方ですよ、ね、はい、でそれに関してのコメントもいただいてて、うんうんうん、矢沢永吉さんはもう俺は最高なんだと、うん、俺は最高なんで、なんでお前ら分かんないんだっていう若い時は、うん、でもそれをね実現していくのすげえなって、だいたいそれって潰されて終わんねんけど、なんかちょっと変なやつやぞみたいな感じになりますけどね。それ実現して今に至るところがもう全然他の方と違うところやねんな。徹底してやり抜くっていうことなんでしょうね、うん、もう中途半端がないみたいな、うん、いやそう言ってるけどもやっぱり僕は、うん、そのご本人のどっかではちゃんと努力きっちりされてるところがあるから、だから周りの人も絶対ついてくんねんって僕はそこは思ってますけど、うん、だからファンもついてくる、ね、どこかにそのそういう俺は最高だってやってるんだけども、すごい隙間で、そうその最高だっていうのを実現するための、まあいわゆる見えない努力ですよね。そうところどころすごく多分ちゃんとしてるところが見えるから周りがみんなついていくんよ。いやでも人間できてなかったらここまで長い期間活躍なんかできないですよ、うん、本当に。だから逆にその人間できてて、うん、そのそこ土台が人間としての土台がしっかりしてるからこそ俺は最高だと、うん、お前らなんで分かれへんねんっていう風な、でも本当地に足やり方ができるついてる状態でやられてるっていうのがやっぱすごいですよね、うんうん、ね、それに関してはまたちょっと次回やってみよう。それね、コメントいただいたんでまたそれコメント読みながら、うん、そうですね、僕らが前に出した動画にちょっと賛同できませんっていうコメントやったんですよ。ご丁寧にいただいてるんでアドバイスでそこにいろいろ書いてたんであそうやなと思いながらちょっとそれまた次回やろうと思うんですけども、はい、はい、ということで今回矢沢永吉さんのフジロックフェスティバル、の映像をちょっと見てみましたということで、はい、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ。ありがとうございます。